クラウド、起きてる？ごめん、寝てた？いや、何かあったのか？ううん、でもクラウドに聞きたいことがあって。少し話さない？ああ。じゃあ場所変えよっか。こっちこっち。ティファは俺が殺したはずだ。ならばあれは誰だ？まったく油断も隙もないな。ミッドガル、あっちかな。あのね、俺も聞きたいことがある。どうぞ。5年前、あの日、魔鉱炉の中で俺はティファを見た。深い傷から血が流れ出して、もう手遅れだと思った。うん。あ、それって私を疑ってるの？あの時とは別人じゃないかって。こんな風に疑われるなんて思ってもいなかった。ねえ、見て、ほら、あの時の傷。魔鉱炉で私を助けてくれたのはザンガン先生だった。先生は私を抱えて命がけで川を下った。運ばれた先のお医者さんは徹夜で手術。看護師さんたちはずっと私を見ていてくれた。そういう人たちのおかげで私は生き延びたの。クラウドはどうなの？村を出てから何をしてたの？この5年間は？秘密の多い仕事なんだ。そうでしょうね。ごめん、部屋に戻るね。私たち幼なじみっていうほど仲良しじゃなかったよね。かもな。再会が嬉しくてはしゃぎすぎたかな。